皆さんおはようございます、バーバラアスカでございます。ですね、昨日ユーストリームスタジオ渋谷の方から、7時間生放送ということでお送りしたんですけれども、たくさんの方に、すいません、ちょっとたくさんの方に見ていただきまして大変ありがとうございます。延べ数字上では6000人ぐらい見ていただいた感じになるんですけれども、ユニークユーザーだと大体に、もうちょっと減るんですけれども、本当に皆様、なんて言うんですか、昨日いろいろね、愉快な出来事があったんですけれども、本当見ていただいてありがとうございました。ですね、今日は朝の定時放送ということでお送りしておりますけれども、ですね、そうですね、次回のスペシャル放送のちょっと予定はまた未定なんですけれども、決まり次第お届けしたいと思います。ですね、ちょうど昨日のトピックとしてですね、一部に、作家の青山智樹さんと、飛行機部というのをお送りいたしまして、第2部に出版評論ということで、作家の葉山ナイトさんとお届けしたんですけども、その第2部の時にですね、私が話している内容をすぐに忘れちゃうという、まあ、なんていうか、現象というか、珍事というかが起きまして、4回ぐらい、こう、ペラペラ、葉山さんと、ね、出版業界の、書籍という、課金システムについて、まあ、お話ししていたんですけれども、その、話してる最中にいきなり、ちょっと前まで話していたことを忘れるという事態が4回ぐらい起こりまして、私、普段から、物忘れが大変激しくてですね、それはまあ仲間内ではものすごい有名な話でなんですけれども、さすがに話してる時に直前で話していた内容を忘れるというのはなかなかちょっと今までなかったので、ちょっと怖くなりまして、まあ物忘れが激しいとやっぱり普通疑われるのは若年性痴呆症というやつですので、それがちょっと心配になりましたので、もう帰ったらですね、いろいろ若年性痴呆症について調べてしまいました。でですね、一応結論から言っときますと、いわゆる痴呆症っていうのは、なんていうんですか、例えば話していることをいきなり忘れるっていう、これ健忘、いわゆる健忘って言われる症状なんですけれども、話していることをいきなり忘れたり物忘れが激しくなったりする健忘だけだと、いわゆる痴呆症とは診断されないようなんですね。日にちが分かんなくなったり、自分のいるところが分かんなくなったり、朝の例えばやらなきゃいけない仕事とか家事の段取りが分からなくなったり、あともう一つ顕著な特徴として非常に鬱に似た症状、つまり外出たくなくなるとか、積極性がなくなるとか、そういった症状が出るということで、まあ少なくとも健忘症はと、健忘症はもちろん私普段からものすごく持病として持ってるんですけれども、私が積極的でないという人は、私を知る人なら私が積極的でないということは絶対に誰も認めないだろうと思いますので、ちょっともうしばらく、様子を見ることにいたします。まあ私普段から自分の名前が言えなくなったら、しかるべき外来に行きますということを言っているので、その日が来ましたらどうぞ皆さんよろしくお願いします。どうも本当のマジモンの地方が出てくると、こういう配信とかの段取りなんかが全然できなくなるっていうことなので、まあ皆様の前にユーストリームで現れてるうちはですね、まだね、しかるべき外来は受診しなくていいのかなという感じです。でちなみに痴呆症の診断というのは、まあ、いろんなものがあるらしくてですね、いわゆる MRI っていう何て言うんですか、まあ、皆さん知ってる方は知ってると思いますけど、いわゆる磁石でこう磁力線でこうスキャンするやつ、 CT は確か放射線ですよね。そうでなく MRI という磁石でこう体をこうなんていうのスキャンするやつですとか、まあ、そういうののワンセットで、私がインターネットで見た中では基本的痴呆の診断検査
で、なんか5万円ぐらいかかるって見て、これは多分自由診療の範囲に入るんだろうけど、あのちょっとすごいた、そういうね、MRI が高いっていうのは、まあ皆さん、あの常識かと思うんですけれども、そういうわけでですね、あのそういったあのことを昨日ちょっといろいろ調べてしまいました。ですね、それから、では、せっかくですので、今日も一冊、本の方をご紹介したいと思うんですけれども、ですね、今日ちょっとご紹介したい本はですね、僕たちのアニメ史という、本なんですけれども、これは岩波ジュニア新書から出ておりまして、あの昨日、おととい昨日今日、まあ、今日もこうそうなんですけれども、あのおととい昨日と、あの割と子ども向け青少年向けの本をですね、あの皆様にご紹介しておりまして、これも岩波ジュニア新書、私岩波ジュニア新書というのは実は非常に好きでして、分かりやすくて、あのちょっとね、大人も楽しめるような読み出のあるトピックをうまく、なんていうんですか、見せてくれることが非常に多いので、岩波ジュニアはかなり愛読しております。で、あのやっぱりね、岩波書店のブランドだと思うんですけれども、なんていうんですかね、非常にね、あの書く人なんでしょう、著者がですね、非常にマニアックというか、まあ、当代一流の人をあの使うということが非常に岩波ジュニア多いです。あの同じ傾向を持つあの新書としては、あのちょっと昨日も紹介しました、あの佐野真一さん、ちくまプリマー新書も、あの非常に、私的にはおすすめの、分かりやすくて大人も楽しめる、こう骨のある、青少年向け書籍としてあるんですけれども、この僕たちのアニメ史、アニメ、あのですね、アニメファンなら名前を知らないものはない辻正樹先生の、著書でございます。辻正樹さんのことをですね、あのご存じない方のために一応あのご紹介しておきますとですね、まあ、辻正樹さんの作品でもう最も有名なのが、この辻正樹さんという方は、アニメ黎明期の頃から、なんていうんですか、アニメの脚本ですとか、今ではもう小説もたくさんお書きになっております。で、アニメ黎明期の頃からもう脚本をお書きになっていらっしゃるということは、もう当然かなりお年を召した方なんですけれども、あの辻先生 の、 あのツイッターを見てると、なんていうか、とても、なんていうか、ものすごいお年の方とは思えない大変若々しいツイッターのツイートなさってまして、ぜひ、皆さんよければフォローしていたら、差し上げてほしいんですけれども、で辻正樹先生、まあ、アニメ脚本家の辻正樹先生の本なんですけれども、まあ、一番辻先生で最も有名であろうと思われるのが、サザエさんですよね。サザエさんの脚本です。で、それですとか、私は一応昭和47年生まれなんですけれども、私と同じ世代の方にはものすごいおなじみなものといえば、やっぱりコンバトラー V ですよね。で、いわゆる、あの手のヒーローものですとかをかなりお書きになっている、もともとすみません、ちょっとこの僕たちのアニメ史まだ 1,2 回しか読んでないので、ね、内容についてちょっと正確かどうかはちょっと自信がないんですけれども、確か虫プロの出身でいらっしゃいます。で、虫プロと言いますと、まあ、もちろん伝説のアニメ会社なんですけど、まあ、手塚治虫さんがねお作りになった伝説のアニメ会社なんですけれども、虫プロというのは、まあ、アニメにちょっとお詳しい方だったらご存知の通り、非常に寿命の短い、アニメ制作会社だったわけですけれども、虫プロから始まってるのかな、すいません、ちょっともう一回、1,2 回読んだだけで内容ちょっと把握できるほど頭が良くないもので、皆さんぜひ読んで確かめていただきたいんですけども、この辻先生が、辻先生がですね、長い、アニメ脚本キャリアを通じて感じたことですとか、体験したことですとか、見聞きしたことというのを非常に、なんていうんですかね、いわゆる評論家の目線じゃない目線で語っている本です。評論家の方というのはそれはそれですごく読み出があるんですけれども、なんていうんですかね、
っぱりちょっとあの難しいことをおっしゃることが結構あるので、あのちょっと人によっては読みにくいかなということもあると思うんですけれども、このあの僕たちのアニメ誌の場合、非常にあのもともとあの辻先生が人に読ませる、あのもともと子供向けの、ね、アニメで、まあ、サザエさん書いてるといえばあのお分かりかと思いますけれども、あの非常に子供向けであること、子供向けのものを書いてらっしゃった方なので、非常に分かりやすく、まあ、分かりやすいってことがあの全ていいことかというと、またそれは別問題なんですけども、非常に分かりやすいあのアニメを好きでない方にも小難しくなく読める、簡単な、僕たちあのアニメあの通史になっております。そういうわけで今日おすすめしたのはですね、岩波ジュニア新書の、僕たちのアニメ誌、辻正樹著の本であります。まあ、私あの実はあのもう私の世代のご多分に漏れず、あのコンバトラー V とかあのボルテス5であるとかをすごいあの愛あのあのなんていうんですか、大ファンでね、あの小学校の時だか保育園の時だかにすごく熱心に見た覚えがあるんですけれども、実は私あの辻先生には一度だけお目にかかったことがありまして、あの私が以前、冒険作家クラブという会の、幹事をお手伝いさせていただいていた時、幹事をやらせていただいていた時にですね、あのなんか面白いことをやろうっていうことで、あの、なんていうか、いつもほら、いわゆる文壇とか、小説家の集まりっていうのは基本ホテルなんですよ。高級ホテルの、なんていうんですか、バンケットルームで、ごちそうを食べながら、文が、営業したり文学について語るみたいな、そういうのが、まあ、多いんですけれども、まあ、変わったことやろうよっていう幹事会で出まして、私が、メイド喫茶はどうですかっていうふうに言ったんですね。メイド喫茶で、パーティー、その冒険作家クラブのパーティーをしましょうという話をしたら、みんな異様に賛成していただきまして、要するに、まあ、で作家のというおじさんたちはなかなかメイド喫茶というのは行く機会がないわけですよ。まあ、行く機会がないったって行けばいいわけですよね。実際お金払えばもうメイド喫茶なんて行けるわけですから。でもうそれは何年 3,4 年前の話なんですけれども、でまあ、メイド喫茶でパーティーをしようということになりましたら、ですね、近年まれに見る出席率の良さ、いかに皆さんがメイドおじさんの、ね、作家さんたちがメイド喫茶というものに行ってみたかったかという例をですね、如実に示す結果となりまして、普段パーティーにお越しにならない方々もたくさんいらっしゃったということになって、大変幹事としては愉快な思いをしたわけですけども、その中でひときわ高齢の品の良いおじい様がいらっしゃいまして、で私は方は誰でしょうと思ってたんですけども、まあ、ちょっと話しかけることもできずいたんですけども、後で話を聞いたら方が辻先生だよということをお伺いしまして、ちょっとサインでももらっておけばよかったということをですね、なんていうんですか、すごく後悔した覚えがあります。まあ、年配の方ということで、なんていうか辻先生にご挨拶をね、お願いしたんですけども、なんていうんですか、まあ、そのご挨拶の自己紹介の時にちょっと私がいなかったので、最後まで方が辻先生だったということはわからなかったんですけれども、大変そこで面白い挨拶をなさっておられましたけれども、なんていうか、いかにね、当時 3,4 年前まではメイド喫茶というものに皆さん興味を持っていたかっていうね、ことを示す、まあ今にして思えば面白い思い出というのは、まあ、ございます。で、辻先生はですね、アニメの脚本の他にもですね、いろいろ小説をお書きになっていらっしゃいますので、超特急アジア号だったかなっていうのもすごく面白いようですので、すみません、読んだことはないんですけれども、書店によく見かけますので、まあ、いつか読まなきゃなというふうには思っているんですけども、その他にもまあ、この辻ね、正樹先生にはいろいろ逸話があるんですけれども、ちょっとまた聞きの話になってしまいますので、今日はこの辺にしておきたいと思います。
今日はですね、全く朝からですね、大勢の方に見ていただきましてありがとうございます。ですね、明日も、朝の9時からお送りしたいと思います。ですね、もしかして今日の午後また突発的に、なんていうんですか、はい、中継をするかもしれないんですけども、ツイッター等でお知らせしますので、どうぞお見かけになりましたら、ご覧になっていただきたいと思います。今日は見ていただいてありがとうございました。あ、そうだ、絶対すいません、告知しておかなきゃいけないことがあるのを忘れてました。明日はですね、人によっては待ちに待った、ノーベル文学賞の発表が控えております。今週はいわゆるノーベルウィークというやつでして、ノーベル賞はいっぺんにね、発表しないらしいんですよ。私も今年知ったんですけれども、昨日、一昨日だっけ、昨日だっけ、医学生理学賞が発表になりましたよね。ちょっと大きいかな、はい、医学生理学賞が、発表になりましたよね。で、それで、明日は毎日ちょっとずつ発表があるんですけども、明日のですね、午後8時ぐらいからノーベル文学賞のですね、発表会があるそうです。あ、発表会っていうか発表があるそうです。それで毎年毎年下馬評に上がっております、日本の有名な作家の村上春樹さんがですね、今年もかなり有力候補なのではないかということで、大変期待されている方が多いと、多いようです。それで何て言うんですか、毎年毎年ね、村上春樹は今年こそは取るんじゃないか取るんじゃないかと言われて、もうすごい何年も経ってしまったんですけれども、なんていうんですかね、ノーベル文学賞、ノーベルは文学賞に限らず、ノーベル賞はですね、ノミネートされた人のことを公表しないんですね。その辺は例えば日本の文学賞である直木賞とか芥川賞とは全然違うところなんですけれども、なのでノミネートされているであろうとか候補者であろうみたいなことしかわからない。以前私がちょっと何年前だったかな、新聞で読んだ時はですね、候補に上がっていたっていう記録が、昔の記録が公開されまして、実はなんて、北里柴三郎先生です。明治時代？大正？明治時代だった？もうすいません、よくわからないわからないっていうか覚えてないんですけれども、北里柴三郎先生ですとか、私の大好きな野口英世先生であるとかがですね、実はノーベル賞の候補に上がっていたということが後で分かったという新聞報道が、数年前にあったような気がします。なので実は村上春樹さんがですね、ノミネートされているかどうかというのは、実は私ガイアが勝手に、私も含めガイアが勝手に言っているだけであって、実はわからないんですけれども、明日ですね、せっかくそういうでかいねイベントがあるんだから、それに合わせてユーストリーム放送を中継をしようと思いまして、明日の、夜のですね7時から、夜7時だとちょっと私の方の都合が悪いかもしれませんので、明日の7時15分から、後で、放送予定の方に上げておきますけども、明日の7時15分、夜の7時15分ぐらいからですね、なんて言うんですか、ごめんなさい、大丈夫かな？明日の夜7時からですね、明日は木曜日だよね。明日は大丈夫だと思いますので、夜の7時から、ユストリーム中継、いよいよ発表、ノーベル文学賞という、ユーストリーム中継を自宅から行いたいと思います。で、それ何するかっていうと、8時ぐらいに発表だからちょっと余裕見て7時ぐらいから始めようかっていうことで、で7時からですね、中継を開始しまして、やっぱり、候補者は発表になってないんですけれども、有力な候補と言われている方はたくさんっていうか、何人かいらっしゃいまして、その方のねプロフィールなんかをちょっとご紹介したり、なんて言うんですか、視聴者の方がもしいらっしゃればですけども、視聴者の方とかのですね、コメントをちょっと読んだり、私の、村上春樹先生に対する思い
ていうか、まあ、あんまり今話しちゃうと明日話すことがなくなるのでお話できないんですけれども、あの村上春樹先生の作品に対するね、まあ、リスペクトであるとかそういったことをお話ししてるうちに、あの、まあ、いずれ発表があるでしょうと、発表の瞬間を待ちましょうと。で、あのもしね、あの受賞できてたら、あのそれからはもうおめでとうな、番組になりますし、あの受賞ができなかったら、ではまたいずれみたいな、あのそういう話に、そういうなんていうか残念会的な話になると思います。もう一つ言っておきますと、実は村上春樹先生は、まあ、これはもちろん外野の勝手な想像なんですけれども、受賞しても辞退するんじゃないかっていうご意見もあることはあるんですね。まあ、そのあたりも含めて、なんていうんですか、明日皆さんで楽しみたいと思います。最大の問題は、今一番懸念されている最大の問題はですね、我が家にテレビがないということです。だけど、まあ、ラジオはございますので、多分発表になったら日本人の受賞はやはり未だにニュースバリューありますから、ラジオがですね、即座に中継してくれるのではないかと、ラジオの速報で伝えていただけるのではないかと思います。もしくはテレビを見ましたら、ぜひ明日ご覧になる方がいらっしゃいましたら、決まったよ的な、あと、まあ、もう一つ言うと、まあ、これだけのビッグニュースですので、ツイッターを流しておけば、誰かがきっと私がフォローしてる人たちが、わあ、受賞した的なこと、ダメだった的なことを書いてくれるのではないかと勝手に期待しております。それではですね、今日も、朝の放送を見ていただいてありがとうございました。朝の放送はまた明日のね、9時から始めたいと、明日やるのかな、まあいいや、ちょっと明日の9時からまた、定時放送を始めたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。今日もバーバラアスカがお送りいたしました。ありがとうございました。